おおってね、もうね、すごい感じるんですよ。不思議でしょ。もう死んでますから、手術しても全部の、あのここは手術したんだけど、筋肉が全部死んじゃってるので、あの何も生きてないですよね。棒みたい。それがね、その人がなんか、それで、こうなんかやるんです、ぐーっとかってね、もうこう何回。ものすごく感じましたね。で、あ、これがあるなと、本当だと思ったね。本当だと思っちゃったんですよ。そしてね、もう本当、いや、だって受けたことなかった。でね、隣、私ね、すごくラッキーだったのは、携帯のものを敷地内で、どっかで他のところで怪我したんだけど、その仲間がみんな素晴らしい人たちばっかりでしょ。で、そのクリニックに一つもベッドが空いてないっていうのに無理やり入れてくれたのね。それでそこで、なんか肺の病気でものすごく重症なおばさんの部屋がベッドが隣に空いてて、そこでもいいかっていうことで、本当は嫌だったけどね、もしかしたら何か学べるかと思って、いいですよって言って言ったの。それはちょっと眠れなかったです。そのおばさんが隣で夜ピピするとかさ、いろんなことあるわけで、ナースが来て注射とかもいろいろ、その人がものすごく喘息どころかものすごいすごい病気だったんですね。でそこに3日間しか、だから普通のクリニックにこう5日、4泊5日、それでそこで3日になったんですけど、その間にその肺をなんていうのかな、やられてた方のためにいろんなそのセラピストが来るわけですよね。そのセラピストもみんなシュタイナーのセラピストですから、オイルトミーもそうなんですけど、声のセラピストもいます。ちょっとね、そのおばさんの背中を触って、いろいろ優しく話しながらポケットに腰掛けて、背中をはい、あーって言ってくださいと、初めてあーって言ってるの、最後にはあーとか出ちゃうんですよ。でそういうのも見ることができたしね、これはもう願ってもない勉強したんですよ。でもメモ書いたりね、なんかしましたけど、もう痛いのも忘れてね。だからお食事ももちろん素晴らしかった。だから総合的にシュタイナーの施設があって、今までもそのがんの専門の病院があるんですけど、父母の中でがんの手術した人がいてね、日本 で、その人を送って入院させたりね、そういうこともしましたけど、